さあ始まりました、車の話坂戸店愛車自慢のコーナーです。よろしくお願いします。 ありがとうございます。周りからの拍手もですね、もう周りね、はい、1000人ぐらいいますから、はい、すごいっすよ、はい、どう考えてもゼロが2つ足りないですけれどもね、はいはい、というわけでですね、今回はなんと箱根でお送りしているということで、はい、いい場所ですね。いい場所ですね。日が傾いてきてね、寒くなってまいりました。はい、寒くなってきました、はいはい、ということで今回は愛車紹介のコーナーということで、よっ、はい、ひろきさんの大好きなインプレッサご用意させていただきました。インプレッサね、もう大好き大好きって言いますけど、お、インプレッサ B 型じゃんこれ。はい、というわけですげーレアっすよこれ。はい、丸目さんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ということでひろきさん、これはレプリカってことですか？2002年富巻仕様のレプリカっすね。カイリンドストローム、はい、今あの TGR の、 あの監督みたいな、監督補佐みたいな形で、戦略やってますね。全部コーディネーションも含めてカイリンドストローム、いいおじちゃんっすよ。もともと僕三菱の印象もありますけど、スバルで最後 WRC は終えたんでしょうか？そうですね、はい、確か引退したのちょうどその年で、でミッコヒルボネに切り替わったんですよね。そうですよね。ちなみにこの車を買われた経緯っていうのは？そうですね、もともとこれが ステッカーが貼ってない状態で販売されてて、もうこれはもう自分で買ってステッカーを貼ってもうラリー仕様にするしかないと思って買ってしまった。はい、というわけで、ちなみにこのまあステッカーを貼られて、まあ、今の仕様になっていると思うんですけど、お気に入りのポイントってあったりしますか？僕個人的にお気に入りなのは、これ結構よくできてるなと思って、前置きだったじゃないですかインタークーラーは。そうです、ね、そこまで一応再現はされてるんですよね。あ、ちゃんと だからここだけあの普通のグリルじゃなくて一応ダミーではあるんですけど、こういう感じだったんですよ。確かに見た目完全によくでも作りましたね。売ってるんですよこれ。これもそうですね、これもついてたんですか？そうですね、前のオーナーさんがつけていたんですよ。まあ、なんかあのルーフベンチレーターついてないんで、ただのレプリカにはなってしまう。すみません、初心者質問していいですか？はい、どうぞ。これって何のためについてるんですか？それはあのドライバー、本来はドライバーとかコドライバー、基本的にエアコンってないんですよ、ワールドラリーカーとかそういうラリー競技車って。で、要はそれであの走ってる時に導入する空気、中を循環させないと熱くて死ぬので、でそのためについてます。じゃあこれは送風口みたいな。そうです、そうです、形なんですかね。要は車内を冷やすための。だからその暑いイベントになるとこれがついてないだけで ECU が熱でバグったり、人間より先に ECU がダメになるんですよ。あ、そんなに過酷な環境になるんですね。だから中にその空気を入れるあのパイプやってても人に当てないで ECU に直接当てたりする。あ、人よりも機械が優先だと。そうそう、そりゃそうですよ。機械が止まったら乾燥できませんからね。まあ、人間が止まっても乾燥できないんですけど、はい、でも機械の方が、まあ、人間鍛えればどうにかなると、機械は鍛えてもどうにもならんと。なるほど。いうことでそういうことがありました、ね、そうだったんですよ。そう、今までこうなんでついてるんだろうなって実は疑問だったんですよ。意外とこれねすごい効くんですよ。40キロ以上出れば結構輝いてきます。あ、そうなんですね、はい、他内装の部分で何か こだわってるポイントとかっていうのはあるんですか？逆に内装はもうそのままノーマルでいこうと思っていまして。大事っす、僕もノーマルです。でも分かります、この頃ってなんかおしゃれですよね。このままでも正直スティッチの入り方とかそのシートも全然そのままでいけるし、そう、何か変えるってことも別に特に何も俺もないですよ。ちなみにこのお車どれぐらい乗られてるんですか？はい、まだ買って1年目です、ね、お、じゃあまだピチピチのスバを足すね。1年生、あ、まだランドセルですよ、はい、なんか言ってください。なんか俺一人で喋ってる感じになっちゃう。大丈夫です。あの今だんだんあの愛が強すぎて引き始めてるの気づいてますか？皆さんこれですよ、世間に対するスバオタに対するこのね軽蔑した目線ダメですからね。こう山でみたいになっちゃダメですよ。軽蔑はしてないんですよ、はい、軽蔑はしてないんですけど、 あまりにもですね愛が強すぎるとやっぱりちょっとねあーってなる時あるじゃないですか。ならないですよね。ならないですよ、山田さんだけですよそういうね。あ、僕だけですか？はい、ぜひあのスバル車乗っていただいて、今販売中ですもんね、アヘッドの方でね、はい、丸めの白い、丸めのね白い綺麗なのがありますので買っていただいて、ぜひこちら側に足を踏み入れていただければなと思います、はい、そうですね、はいはい、ちなみにね今日午前中あの広石モーターズさんっていうのがあるんですけど、すぐ近いここから1時間かからないぐらいのところ、そこ あの広石さんの奥様が当時このエンジンを設計されていて、もうコンロットクランク全部あのすごいこだわりで設計して、逆にエンジン周りはもう完璧だから何もいじるなよって念をされたんですけど、エンジンいじってます？エンジンはノーマルです。あー素晴らしい、分かってますね、ちゃんと伝えておきます。エンジン設計した広石さんに伝えておきます。それぐらいだからもう純正の状態ですごいしっかり出来上がってるのがこの頃の GDB
AB 型、はい、そうということでやってまいりましたけど、はい、日が陰ってきましたね。どんどん喋ってる、なんか霧も出てきた、霧も出てきましたよ今ちょっと、はい、はい、ということでどうでしょう、こんな感じで。いやもう僕はひろきさんの愛も伝わりましたし、はい、丸目さんのこの車の愛、1年しか乗ってないかもしれないですけど、多分僕丸目さんなんか10年どころかもっと乗るんじゃないかなって感じるぐらい、もうそのぐらい、もうスバルのファンって濃いですからね、はい、綺麗に乗られてるのがまさにそうだなと思って、そうですそうです、はい、非常に素敵なお車だったと思います。はい、はい、ありがとうございます。うまくまとめられたと思うので、はい、はい、噛みましたけどね、噛んでますけど、はい、はい、というわけでまた次回お会いしたいと思います。丸目さんありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。車の話番組 YouTube では今回映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。